皆さんご安全に、ゆうです。だいぶ月日が経ってしまいましたが、1年以上前に行った SR と日本を楽しむ旅、四国総集編です。I've been thinking about you. So beautiful and lovely. I wish you could see it all the way I do. So pure and true. And I've seen you in the sun.Shining warm upon your skin. Young feet wandering in the harbor there. And every summer since、上陸して最初の目的地に到着しました。ここはジブリ？天空の城ラピュタみたいな、まるでパズーのお父さんが空の上で見つけた世界みたいです。感があるんですけど、あ、こっちはもしかして、あ、なんか、あ、ミニが止まっている、かわいい。あ、車がある。わあ、かっこいい。日本じゃないみたいです。すごい、階段もこれまたすごいよ。足があるね。わあ、お、あっちにカフェがあるんでしょうか。あそこでしょうか。
Thank you.
したのと違いますね。頼もう。だんだん日没。こちらスプーンですくっていただいても大丈夫なんですが、もし可能であればお抹茶を飲むように飲んでいただくと香りが循環してよりハッピーな気持ちに。無理です。もしそんな無理です。そんなね、急には無理だよ。ちょっと待って、ちょっと、はい、どうぞ。これまた難しい料理が来ました。どうやって食べるんでしょうか。クレープの皮の中にレバーが詰まってる。絶対違うな。お酒のつまみな味してますね。とてもいいな。ノラじゃないね。なあ、背中ツルツルだね。これだね。ありゃ。かわいい。ハチワレちゃんだ。ラビットだ。色がまたいいね。ホンダ CR93、 CR93 マントー TT レースの 125cc クラスで1位から5位。
位までホンダワークスレーサーが独占した。かっこいいな。こういうの一台欲しいよね。64年製のコンチネンタル GT。 おお、ちょっとハンドル、セパハンの角度がすごいですね。ヘッドライトのところにメーターが埋め込まれてます。こういうの好きで真似して私のメーターもそうしてます。私のもお漏らししちゃうんですが、こういうのしたらいいんですね。わっ、デロリアン、イルミネーションですね。その隣はトムス、しかも36号車じゃないですか。ペトロナスの時の関谷監督率いるペトロナストヨタチームトムスが2008年スーパー GT500 クラスにてシリーズチームタイトルを獲得した車両。チーフエンジニア東条さん、向こうは鏡になっているから車の後ろも見て取れるという考えられてますね。これ SZ155 ですね。と奥から D-NO かな。 D-NO が2台並んでました。でも人気があるのはこの246GT の方かな。でも私はあっちも結構目がキュルルンってしてて好きだな。水の生物って感じです。排気量が 7000cc、 とんでもない化け物ですね。そしてこれカウンタックだ。綺麗なシート、全く古さを感じませんね。この人のコレクションでしょうかね。すごいコレクターですね。結構イタ車とかイギリス車、日本車が好きなイメージですね。シェイクハンド、リョーマ。Have you heard about summer snow? When it falls on you, your blood runs cold. But don't you sweat your pretty skin?It melts away for it's sincere. And you dream about this very night when the moon runs down the summer sky. When the sea runs dry and starts to sing.
構炎が。うわいや、すごいな。家めちゃめちゃ。いや、魚大好きです。いただきます。このポン酢が卓上にありましたので、これを使います。かけちゃっていいのかな。そうそうそう、わー、美味しそう。単品でまずいってもいいし、ネギをね、乗せても美味しいし、シラスも 合うかもしれない。これが塩、ちょっと乗せたりとか、これなんだろう、わさびかな、わさび全部乗せ、玉ねぎ、スライスと、これ、生姜かな、ニンニク？ニンニクスライス？一切れが大きいね。
素泊まりプランです。これは昨日のヴィラサントリーニのお宮。ロック解除。おお。湯切りをしますよ。はい、OK。いただきます。塩焼きそばです。乾杯。おはようございます。ゆうです。朝、鳥のさえずりで目が覚めました。四国3日目の朝です。昨日は憧れの桂浜の海岸沿いを走って山道を通り一気に100キロほど西に移動してきましたが、今日は四国といえばという王道のスポットに行きたいと思っています。まず私が向かった先は沈下橋です。四国には低くて手すりのない小さな橋がたくさん点在しているんですけど、もう目的地の道中にあるこちらの沈下橋、河津の橋、こちらにやってきました。結構マイナーかと思います。ですがそういうところこそ私惹かれてしまうたちなので、ここは行くしかないと。もう想像してた以上にドストライクの橋でした。非常に低くて川から近くて自然との一体感が半端ないです。おそらく沈下橋トップクラスのローブリッジです。小さい頃から海か山かと聞かれたら私は山派なんですけど、そう、川が本当に大好きなんですよね。ここ四国に来た理由の 3,4 割はもう沈下橋なんじゃないかっていう。沈下橋はなぜ低くて手すりのない構造になっているのかというと、台風や洪水などで橋が水中に沈下した時、手すりがあると流木などが引っかかってしまって氾濫してしまう、そういうことがないようにするための工夫だそうです。次の目的地はいよいよ四国カルストです。なんか記憶と全然違った景色のような気がするんですが、タンクの中のガソリンの残量見てます。まあなんとかなるでしょう。やっぱり間違えてましたね。そうそう、こんな感じの景色でした。緩やかなコーナーがずーっと続きます。いやー気持ちいい。ほんと広くて走りやすいし、割とカットビアがいたりするんで、そういう時はこう左に寄って、はい、お先にどうぞご安全にとやりましたが、はい、こんなところで、左に曲がっていきます。ここで曲がるのって思うんですけど、でまた分岐点がどっちどっちって言って、なんか右曲がっちゃったんですけど、またこっちは違ったのでセパハンで苦戦しながら U ターンしてます。でこっからは
道の雰囲気がガラッと変わります。いきなり細くなりましたね。山の中を走っていくっていう感じなので、砂利や落ち葉が転がってます。気をつけてください。かといって真ん中走りすぎると対向車結構走ってきますので、ぶつかったら痛いですからね。自分も痛いですけど、もう自分の心がまず痛いですから気をつけましょう。でくね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 楽しく上がっていくと、いきなり開けて頂上に出ます。バイク乗りさんがいます。皆さんここを目指して走ってきてるんですね。到着しました。四国といえば外せないスポットです。重要文化財として指定されている道後温泉本館、今絶賛改修工事中なんですが、これブルーシートではなくアート作品で覆われています。道後のシンボルである白鷺が描かれてますね。改修中の今しか見れない貴重な光景です。改修工事とはいえ入ることはできます。私は今回見るだけにしました。バイクとのツーショットは最初無理かなと期待はしてなかったんですが、駐輪場が目の前にありました。ヤマハの MT-25R、
忍者。道後温泉は夏目漱石や聖徳太子も愛したとされる3000年の歴史を持つ、その気分にちょっとでも浸ろうと思って、見覚えのない施設が建っていました。前に訪れた時よりも観光地化されてるような印象。これ立体的に見える。重なって立体的に見えてっていうやつですね。ドラを鳴らしてお出迎え。ちょっとびっくりしちゃいましたが、こちらは道後温泉の山側奥道後にひっそりと佇む一湯の森という宿です。ホテルの駐車場もとっても広いです。何台も止められるスペースがあります。奥道後なんでちょっと山の中なんで、道後温泉と10分ぐらいかなの距離にありますが、自然に囲まれてこれはこれで良いと思います。みかん神社美味しそう。ウェルカムジュースがこのみかん。今日の夜ご飯はバイキングです。おー、いい感じ。これはお酒が進んでしまう。今日も一日お疲れ様でした。バイキングのレベルが高いです。いただきます。大スペースがすごい。あ、ここで生演奏をやるみたいです。疲れて寝ちゃいそうです、この音楽で。ここでちょっとお酒飲んで聴いてもいいし。したばかりの新しい道の駅です。道の駅くるくる鳴るとお客さんもたくさん来ています。大きい、これなんだ、さつまいもだ。これはさつまいもがぱっくりと輪切りになっている。これはどうやって取ればいいか。Stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are.
What makes the sun go to sleep every night? And what's it dream? How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. How come the trees get undressed when it's cold? Don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes? Until winter comes? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Where we are, it really makes me wonder.